小栗旬いいよ、CM の小栗旬やんないで。すみません、ありがとうございます。お父さん似のお兄ちゃんと小栗旬似の弟の兄弟です。おかしな遺伝子だよ、本当にね。よろしくお願いしますね。あの、僕がですね、1歳ちょっとになる娘がいるんです。おいおい、マジで、うん、俺もちょうどあの1歳ちょっとになる姪っ子がいる。同一人物お前を軸に考えんじゃねえよ。面白くない。自分で言うんじゃねえよ。でね、まあ、あの、あと、まあ、10年ぐらいしたら、まあ、小学校入って、授業参観に俺も行くでしょ。授業参観ね。今日ちょっとその雰囲気をね、味わって。それやっといた方がいいな。うん。アスカ、パパ来たぞー。パパ ー, ー。あー、もうこんな時間。やばい、遅刻遅刻。まだ家じゃない何でも家でアスカ、パパ来たぞ。バカじゃねえか、学校にいる設定ですから。頼むよ。あっかパパ来たぞ。もしもし、うん、今出る。まだ家じゃん。着メロかよ。ややこしいな。学校が好き。チャイム着メロにしないから。学校へ行こう。番組みたいな。そういうつもりで。学校へ行こう。そういうつもりで行ったわけじゃない。結構見てた。いや、見てたよ。あ、マジで。俺、たんまなのよ。あ、そう。世代があれで。まあ、そう。結構見てたもん。だからお兄ちゃん越しに見てるみたいな感じだったから。家でする会話じゃねえよ。いいから学校着いたとこからやってくれ。あの、土佐の父です。担任です。あ、よろしくお願いします。教室までご案内しますので。あ、ありがとうございます。そうですね。あ、ここが。あ、ちょっと待ってくださいね、はい、ピピピピ、認証します。セキュリティすごいっすね。まあ、今ちょっと何があるかわかんないので、厳しくはしてるんですけど、よかったら後ろの方でゆっくりご覧になってください。はい、ありがとうございます。早速、じゃあ授業を始める前、おい、ノキア早く座んなさい。おい、リアムも早く座れ。おい、ポエム、アクア、レルニア早く座りなさい。親の顔見たくない。キラキラネームだろ、おい。キラキラネームすごすぎるだろ、お前。お兄ちゃんの娘の名前はアスカだよ。いじめられます。恥ずかしいだろ。アスカ普通だからな。授業始める前に、日直の土佐アスカさん号令をかけてください。うちの娘が号令だ。はい、起立。気をつけ。レイトン教授ピピピピピ。犯人はお前だ。前田ショッピカレー。娘心配じゃない。まさかのグイグイタイプ。どこで立て違えたんだよ。まずいよそんなの。じゃあ早速授業を始めます。前方ティーチャーボードに注文。ティーチャーボード、この問題をみんなのスチューデントタブレットに送ったんで各自解くように。教育改革がすごいな、おい。この問題は、あ、ごめん、大きくなりすぎちゃった。あ、ちっちゃくなっちゃった。あれ、あ、ついちゃった。あ、消えちゃった。導入初年度じゃない。誰だ。研修を徹底しろ、おい。難しいとかじゃなくてさ。あ、ということでね、じゃあこの問題を分かるやつは、手を挙げて答えるように。はい、僕は8だと思います。はい、私は7だと思います。はい、私は6かな。全員視力落ちてる。AI 出てんじゃねえかよ。システム化したことによってよ、こんなことになんの未来。先生、あ、どうした、とさあすか。うちの娘。先生、トイレ。先生はトイレじゃありません。娘が悪目立ちしてんな、おい。どこがトイレ。トイレ、せ、トイレ行ってきます。だから、あ、え、聞こえない。あ、あ、二度と言うんじゃないと間違うね。先生はトイレじゃないからな。あ、あ、分かったらいい。先生のキャパ狭くない。やめちまえよ。それでも聖職者かよ、おい。おい、早く戸沢塚行ってきなさい。ブチギレすぎだろ、おい。ピピピ、認証エラーです。ピピピ、認証エラーです。ピピピ、認証エラーです。出るとき不便じゃない。最悪じゃねえかよ。出るとき不便。嘘だろ、おい。先生、漏らしました。おい、娘かわいそうに。マジかよ、こんな時に。でもね、こんな時はパパがいつも笑いなさいって、辛い時こそ笑いなさいっていつも教えてくれたの。だから私笑うから、みんなも笑って。来ねえよ。まあ、未来は誰も分かんなくない。いい加減にしろ。どうも、どうした。